はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、綾瀬はるかです。さあ本日なんですが、エンタメイトをですねちょっと救っていこうと思いまして、マジで誰も使ってやらないですか、エンタメイト。エンタメイト使ってる人おる？俺はちなみに会ったことねえ。ということで、本日はエンタメイトを救っていきたいと思います。エンタメイトって、まあ、ゆうやくんの、まあ、主人公のね、アークファイブのゆうやくんの、まあ、エースモンスターたちでございまして、まあ、ゆうやくんといえばエンタメイト、エンタメイトといえばゆうやっていう、そういう感じなんですけど、あの OCG だとね結構ぶっ壊れモンスターがいっぱいいて、なんかすげえ強い禁止カードもなんかちらほらいるみたいな、そういうレベルのデッキなんですけど、デュエルリンクスでエンタメイト使ってる人マジでいなくて、あのそのこういうデッキ救うの僕のチャンネルの、まあなんだ、あの使命だと思ってるんですよね。で作ってきたデッキがこちら、エンタメイトビートという新たな可能性。これね、あの一応エンタメイトのモンスター全部テキスト読みました、あのリンクスに実装されている。で唯一強かったギミック、唯一強いなと思ったギミックが、このロングフォンブルっていうモンスターの効果を使い回すっていうギミックですね。これこいつはね結構強いんですよ。こいつね簡単に言うとエアーマンです。一応ちょっとしたエアーマン、こいつの効果は一旦実縮使用できないが、このカードが特殊召喚に成功した場合、デッキからペンデラーモンスター以外のエンタメイトモンスター1体を手札に加えるっていうことで、このロングフォームルのこの手札に加えるっていうことのアドバンテージを稼げる効果、これがなんか唯一強いなと思った。なのでこれを活躍させていくデッキを組んできました。これどうやってやっていくかっていうと、例えばですね、あのエンタメイトフレンドンキーってやつがいまして、こいつ召喚に成功すると手札が墓地からレベル4以下のエンタメイトモンスターを特殊召喚できるんですよ、まあ、こいつも結構強いんですけど、これで、こいつを特殊召喚するとエアーマンが発動します。これでこいつでこれ特殊召喚して、これ効果でなんか持ってくるっていう。で持ってきて強いモンスター、じゃあ何がいるのっていう話なんですけど、これがねギリ強い、これがギリ強いこいつは、ペンデラム以外の自分のフィード上のエンタメイトモンスター一体をリリースすると手札から特殊召喚できるよっていう結構緩い条件でね、特殊召喚できる効果で打点が2500-2000という。で一旦に一度手札を1枚捨てると、フィードの表側表示のカードを1枚を対象にしてそのカードを破壊するっていうことで、表側だったら手札コスト1枚で破壊できるっていう、書いてることは強い、こういうモンスターになってます。でだから、理想的な動きをすると、フレンドンキーでそのロングフォームブルを特殊召喚して、でロングフォームブルでスライハンドマジシャンをサーチして、で、まあ、どっちかリリースしてスライハンドマジシャンを特殊召喚して、スライハンドの効果で相手を除去してぶん殴っていくっていう、そういう動きですね。これがねなんか唯一強いなと思ったやってて、はい。で他の補助ギミックなんですが、まあ、とりあえずバックを除去してっていうのと、あとワンチャンペンデラム召喚もしてっていうことで、エキセントリックデーモンを入れました。まあ、ゆうやくんのデッキなんでね、ペンデラム召喚しなかったらなんかあんまりエンタメじゃないなと思って、一応、エキセントリックデーモンを入れました。で、チアモール、これは、ペンデラムモンスターのこのペンデラム効果はなんかあんま弱いんだけど、この効果ね、こいつのねモンスター効果が結構強くてですね、あの元々の攻撃力と異なる攻撃力を持つモンスター1体を対象に、その攻撃力が元々のやつより高かったらセンアップして、元々のやつより低かったらセンダウンするっていう効果を持ってるんですよ。だからこれしかも永続なんですよ、これこの効果だから、今回このエンタメイトカーニバルっていうこの謎のスキルにしてるんですけど、このスキルがまあ実質なんか絆の力みたいな感じで、自分のフィールド上に存在するエンタメイトモンスター全ての攻撃力が自分のフィールドに存在するエンタメイトモンスターカードの数、かける100ポイントアップする、まあ、絆の力ですね、実質相手ターンでも上がる絆の力、これを使いまして、これで、ずっと永続的に上がってますから打点が、なんで、こいつで応援してあげると打点がめっちゃ上がるっていう、まあ、こういうギミックです。ちょっと強かったです、やってて、はい。でエンタメイトインコーラスかね、これは戦闘破壊されたらデッキからペンデラモンスター以外のエンタメイトを特殊するということで、これ破壊されるとこれ出てこれるんで、入ってます。であとこれね、イリュージョンバルーン、これは、フィード上のモンスターが破壊されたターン、まあ、あの自分のフィード上のモンスターがなんか何でもいいですよ、狡猾でもいいし、まあ、戦闘で破壊されてもいいんだけど、破壊されたらこれ発動してデッキトップ5枚めくって、その中からエンタメイト1体の特殊ができるよっていうことで、これでこれを出してくれるみたいな、まあそんな、まあ、もちろんこれも出してくれますけどね、こういうギミックです。はい、あとはですよ、こいつ、言わせた、ウィップバイパー、これは攻守入れ替えです。相手持ち場もしくは自分のメインフェーズに攻守を入れ替えるっていう結構強いカードですね。で、あとはもうとにかくパワーカードで相手を、まあ、牽制していくしかないんですよ、このデッキ。なんてかっていうと、デッキのパワーが弱いんで。なんで今環境的にカードパワーが一番高いカードは何かっていうと、狡猾な落とし穴なんで、これをぶち壊して、あとは
ディーバとかね、そういうモンスターを処理用に、ブレイクするスキルとかが入ってます。これはまあ腐れませんからね、このスキルは。しかもなんか墓地から除外するとまた効果が出ますんで、相性がいいなっていうことでこれ入ってます。そんな感じの、デッキとなっております。エクシーズモンスターは一応入ってますが、ほとんど使いません。ひたすらにこのロングフォンブルとフレンドンキーとスライハンドマジシャンでビートダウンしていきたいと思います。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方、期待に人デマンか。人デマン、人デマンデッキわかんねんだよな。人デマンデッキ全然わかんねんだよな。人デマンのデッキわかんねんだよな。ちょっとバック除去マジでやめて。バック除去は本当にやめていただきたい。カードを引くぜ。いいよ。手札からあーあでもまあバック除去なかったら狡猾で一応返せるか。いやー、ガイアか。なるほどな。もうね、闇遊戯のデッキ選択肢ありすぎじゃない？まあ、サンダードラゴン、ムーンライト、ガイア、あとディスティニトロン使うだけは何でもあるんだけど、これ絶対おかしいと思うんだよね、このキャラクター。デッキわかんねえもん、マジで。これ行くしかねえわ。高カスラ落とし穴発動。これがエンタメイト最強トラップカード。これがエンタメイト最強トラップカードよ。よし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 、ブレイクするスキル。いやー、でもよしよしでもねえな。よしよしでもねえ。で、チアモール召喚。さあ、勇気リンリン、勇気リンリン、元気はつらつ、興味津々、生きようよ。はいけ、バトルだ。いや、ダイレクトアタック。うおっ、ダーマジ狡猾ゲーだわ、マジ狡猾ゲー。で、イリュージョンバリュー発動。エンタメイトモンスターが効果で破壊された場合、デッキトップをコマ見て、その中からモンスター一体を特殊召喚することができる。頼む、ブルちゃん。うわ、来た、ブルちゃん。行こう、ブルちゃん、ブルちゃん。ロングフォームブルちゃんは特殊召喚に成功した場合、エンタメイトモンスター一体をサーチする効果を持っているぜ。これによって俺はフレンドンキーを出るのにまで行くぜ。行け、ロングフォームブルでダイレクトアタック。ターンシロー、これがね、一応ね、エアーマンです。はい、一応エアーマンです、ロングフォームブルさん。走破するか。いや、いいだろう。いや、もう止めるしかねえもんな、マジで。ダークレア、いいよ。もう竜の鏡とか持たれてたらもうおしまいだ。もうそれはもうしょうがない。もう割り切るしかねえ。チアモールちゃんはね、もともとの攻撃力が変動してるモンスターの打点を上げるっていう、上げるか下げるっていう効果あるんで、あのエンタメとカーニバルっていうスキルとの相性はいいんですよね。魔導記者、もう全然無理、全然無理、全然無理、全然無理。ブレイクするスキル発動。バリ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 、デュエルでみんなに笑顔。竜の鏡だけほんとやめて、竜の鏡マジでやめてください。それでバトルでお願いします。おとなしくバトルしてください。お願いします、お願いします、本当に。よーし、耐えた耐えた耐えた、分からせてやるぜ。このフレンドンキーさんの力を分からせてやる。フレンドンキーを召喚。エンタメとフレンドンキーの効果を発動。フレンドンキーの効果によってロングフォームブルを特殊召喚し、ロングフォームブルが特殊召喚に成功した場合の効果を発動。スライハンドマジシャンを手札に加え、そしてエンタメとモンスター一体をリリースして、スライハンドマジシャンを特殊召喚。これこっちやな。そしてスライハンドマジシャンの効果を発動。手札を1枚墓地に送ることによって、お前の表側表示のカードを1枚破壊させてもらう。うおーうおらー、これがエンタメイトデッキだ。エンタメイトマジなめんな。ロックフォンボルマジなめんな。これが今の俺の戦力、本気のエンタメデュエルだ。デュエルでみんなに笑顔を。さあ、お相手の方、これは俺のいいぜ。サメちゃんか、行くぜ、俺のターン。サメちゃん、まあ、モンスターを召喚。まあでもなんかこの速攻は結構いい仕事しようね、割と。で、重装兵いいよ。重装兵はいい。重装兵はしゃあないもん。言うてあのディーバーじゃないだけマシ。はい、CN にしても OK。OK。1伏せまで。あ、2伏せやる。つれ。2伏せはつれ。まあ、とりあえず1回、1回こいつで行こう。エキセントリックデーモン発動。さあ、エキトリ。エキトリ破壊してくるかな。あ、エキトリ破壊してもない。エキセントリックデーモンの効果発動。さあ、魔法トラップカードを破壊させてもらうぜ。月の書、よし、いいぞ、いいものを抜いた。そしてロングフォームブルを召喚。いや、これ速攻魔法を伏せるか結構むずいね、結構むずいな、これ。待っ
ってくるかなこれ。いやでもなんか何もしてこない気がするんだよなこれ。これだってさ、ロングフォームル割るの意味わかんないじゃん。これ多分、これ多分ね、これ伏せていいなこれ。伏せていい多分。これで多分さすがにこれやってこないと俺は見た。何も。よし。よし、オッケー。読み通り。でここで破壊されるのはまあイリュージョンバルーンがあるんでなんとかなりますね。モンスター効果。モンスター効果いいですよ。でここで割ってくる、まあそれはもうなんか割られてイリュージョンバルーンの。発動ができるのは後だからもうこれはいい、これはいい。でもなんか次のモンスターが出てきたらブレイクする。ディーバだったらブレイクする、絶対にディーバはブレイクするするよ 100%。 バトル、あよし、オッケー、まあ、これ一発ぶん殴られていいな。一発ぶん殴られた後にイルジョンバルーンだ。イルジョンバルーン発動、イルジョンバルーンの効果。デッキトップ5枚見るぜ。コーラス、フレンドンキー、ブル来た。いいよブルちゃん、ブルちゃんは素晴らしい、ブルちゃんはマジで素晴らしい。でブルちゃん特殊、ブルちゃん特殊召喚成功時効果発動、ご覧ください、モンスター効果発動。これでもちろんフレンドンキーよ、ブルでフレンドンキー持ってくるムーブめっちゃ強いから。ほいでターンしろ、いいよターンしろ、いい、お前のターンだ。そしてエンタメントフレンドンキーを召喚、召喚に成功した場合手札または墓地からレベル以下のエンタメントモンスター一体を特殊召喚できる。来いエンタメントロングフォームブル、ロングフォームブルの効果発動、特殊召喚に成功した場合エンタメントモンスター一体を手札に加えることができるぜ。最強だぜ。もちろんこれでランク4もできる。そしてもちろん一体をリリースしてスライハンドマジシャンを特殊召喚することもできるのさ。なんて強いんだ、なんて強いんだ。うわー、まあ、でもちょっと早い気づきだな、狡猾。まだ俺はスライハンドマジシャンの編集を残している。結局狡猾なんですよね。でもマジで結局苦しむのは狡猾。まあ俺も入ってるけどな、デッキの中に2枚も行け、スライハンドマジシャンバトルフェイス行くぜ、スライハンドマジシャン。うわー意味ない、大丈夫だ、重装兵じゃないから、重装兵じゃないから意味ない。よし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 、で単終了。で初動カードはもう圧倒的、圧倒的ブレイクスルースキル止める。ディーバ無理無理無理、バリ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 、よし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 、うわ来た、いっぱい来た。とりあえず応援しよう、はい応援します、がんばれがんばれ。さあ3700、つえースライハンドマンシャン、つえースライハンドマンシャン最強、最強だ、禁止感覚定だ。デュエルを笑顔になれる、デュエルを、これは待たせたな、デュエル、シンゴさん来たわ、俺のターン、シンゴさん来た、シンゴさん、エンタメイトフレンドンキー、シンゴさん来た、フレンドンキー召喚、フレンドンキーの効果を発動、チアモール、チアモールかなー、これ迷うねこれね、応援これ迷うな、スライハンドワンちゃんアタック強化しとく、チアモールのモンスター効果発動、これでいいか。2800はさすがにそんなに簡単には超えらんないでしょっていう話よ。さあ俺のターン、どうだろうな、これ鳥趣味でもよかったかもしれないね。まあ、いいや、モンスターを召喚、はい、モンスターを召喚、エアーマン、はいはい、エアーマン、なるほど、アダッサゴールド、うわーやべえかもしんねえ、やばい、世界が終わる可能性がある、アダッサゴールド、うわうわ世界終わる可能性ある。これねマジでね、ダッカイアとかいうモンスターがほんとやばくて、マジでこれほん本当に世界終わるんですよ、すぐ一瞬で。あれ絶対おかしい、あのモンスター、トランプカールとデスティニーヒーロー、あ違うかな、これあーそっちか、あやばい、それも世界終わるな、それも世界終わるな、どっちかっていうとあれやばいか、ガトリック、あやばい、これいや行った、2800、あっあいやこれ雑すぎる、やっぱこのモンスター雑じゃない、おサバタリー、
それ、そのモンスター俺のだろ、返せや。